スマホ版のサイドクエストがリリースされました。それによってパソコンを一切使わずサイドロードすることが可能になりました。より手軽に多くのゲームを楽しめるようになります。皆さんこんにちは、ショー VR チャンネルのショーです。サイドクエストとは毎度おなじみのオキュラスクエストに非公式アプリを導入するためのツールです。開発者が公式ストアにアプリをリリースするには審査が結構厳しかったり敷居が結構高いんですけど、サイドクエストを使うことで手軽にアプリをリリースすることができるので、より多くのアプリが楽しめるようになっています。サイドクエストを利用すると遊べるアプリが大幅に増加するということです。やや近い機能で今年の2月にオキュラスが公認で非公式アプリを配信できるアプリラボというシステムをリリースしています。詳しくはこちらの動画をご覧ください。アプリラボ対応のアプリだったら今現在でもパソコンを使わなくてもアプリをダウンロードすることができます。ただサイドクエストにしか配信されていないアプリ、サイドクエスト上でアプリラボのマークがないアプリですね、その場合はやはりパソコンからサイドクエストを使ってダウンロードする必要がありました。今回サイドクエストのスマホ版がリリースされたということで、そういうアプリであってもパソコンを一切使わずにスマホだけでダウンロードすることができるようになります。さらに言うと解像度をアップしたり録画のサイズの変更をしたり、そういった設定もスマホだけで完結できます。これは初代のオキュラスクエストでもオキュラスクエスト2でも対応しています。ただ現状 Android しか対応していなくて iOS には対応していないのが残念なところです。今後対応されることを祈ります。サイドクエストの導入には少し手順が必要ですので、今回解説していきたいと思います。このチャンネルでは VR に関する情報を発信したり、実際に VR で見れる動画もアップしたりしていますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは導入手順です。まず必要なものは先ほども言った通り Android のスマホが必要になってきます。それとスマホと Oculus Quest を接続するケーブルが必要です。自分の場合はスマホは Type-C だったので Type-C と Type-C を接続するケーブルが必要です。これは Oculus Quest 2に初めから付いているこのケーブルで問題ありません。まずは Oculus Quest を開発者モードにする必要があります。すでに開発者モードにしたことがある場合は次のステップに進んでほしいんですけど、初めて開発者モードにする場合は開発者団体に設定するなど手順が必要ですので、それを解説します。スマホからオキュラスアプリを開きます。右下の設定をタップします。オキュラスクエストと接続を行います。その他の設定をタップします。開発者モードをタップします。右のボタンをタップして開発者モードをオンにします。開発者になろうという表示が出てくるので作成開始をタップします。するとブラウザが開くので少し下にスクロールして URL をタップします。団体名を入力するんですが、ここは特に関係ないので好きな文字を入力してください。理解しましたにチェックを入れます。そして右にある送信ボタンを押します。秘密保持契約の同意にチェックを入れて同意するをタップします。すると開発者モードがオンになるのでそれで完了です。スマホのプレイストアからサイドクエストのアプリをダウンロードします。プレイストアから検索してもいいですし、ダウンロードリンクは概要欄に載せておきますのでそこから直接ダウンロードしても大丈夫です。アプリを起動してサイドクエストを開いておきます。オキュラスクエストとスマホを用意しておいた USB ケーブルで接続します。するとスマホのポップアップメッセージが出ると思います。表示されたら OK をタップしてください。 USB 接続してもポップアップが表示されない場合は USB を何度か抜き差ししてみたり、ケーブルを挿したままサイドクエストのアプリを再起動するなどしてみてください。その他 USB の接続オプションを変更するのも有効だと思います。
スマホ側で USB の設定をしたら、今度は Oculus Quest の方で USB の接続許可をします。接続がうまくいけば、中央下のロゴのポチマークが緑色になります。色盲の自分にとっては非常に見にくいです。接続が完了したら、そのままサイドクエストからアプリのインストールが可能になります。サイドクエストからアプリを選択してインストールします。下のメニューのダウンロードマークをタップすると、進行状況が確認できます。インストールが完了したら、オキュラスクエストの本体で確認してみましょう。オキュラスクエストでアプリを開くには、まずオキュラスクエストの画面からアプリ一覧を開きます。それから右上のメニューから提供元不明を選択します。すると、先ほどインストールしたアプリが表示されるので、それを選択すればアプリが起動します。もしアプリラボに対応しているアプリの場合は、もっと簡単にインストールができます。アプリラボに対応しているかどうかは、カテゴリから見るか、アプリを長押しすると情報が出てきます。そして、このゲームアプリラボに対応しているんですけど、アプリラボの対応の場合は、ダウンロードを押すと Oculus アプリが直接開いて、そのままダウンロードすることができます。これはケーブルを接続していない状態でもできるので、かなり便利だと思います。ケーブルで接続して使うのは分かりやすいと思うんですけど、ワイヤレスで使うこともできます。今後頻繁に使う場合は、設定しておくと便利かもしれません。スマホを充電しながら使えますし、アプリのダウンロードも圧倒的に速くなります。まず Oculus Quest とスマートフォンは接続したままにしておいてください。サイドクエストの左下のワイヤレスマークを選択します。エネーブルを選択して、ワイヤレスモードを有効にします。ここでもう USB ケーブルは抜いてもらって大丈夫です。ここで Oculus Quest の IP アドレスが必要なんですけど、 USB 接続していた時に自動的に取得されていると思います。コネクトボタンを押して、下にコネクトとメッセージが出たら OK です。もしここでコネクトにならなかったら、 Oculus Quest の画面をつけたままにしておいてみてください。頭にかぶったままスマートフォンを操作するか、 Oculus Quest の内部の中央のセンサーを押さえたままにするか、どちらかを試してみてください。これでケーブル接続しなくてもサイドクエストが使えるようになります。もしヘッドセットを再起動した場合は、もう一度設定が必要ですけど、一度設定していたらワイヤレスマークをタップするだけでコネクトになると思います。アプリのインストールの他にも、画質の設定の変更も可能です。右下の点々マークをタップします。ツールを選択します。するとこのようにいろいろ設定が変更できる画面になります。ここからキャプチャーサイズとか解像度の変更ができます。解像度の変更は画質がかなり変わってくるので、ぜひ試してみてください。一応サイドクエストのアカウントにログインすることが可能で、アプリをお気に入りに入れたり、アップデートを受け取ることができます。ここまで聞いて少し複雑なように思うかもしれないんですけど、実際はスマホとオキュラスクエストを接続してサイドクエストのアプリを起動するだけなので、意外と手軽ではあります。これまでサイドクエストのアプリの導入が面倒でやっていなかった人でも、これからはスマホだけで導入ができるので、ぜひ試してみてください。もし導入や使い方で困ったことがあれば、コメントしていただければなるべく返信するようにします。ということで、今後も VR に関する最新情報をどんどん発信していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。こちらの情報は Twitter でいち早く更新していたので、今後も早く情報を受け取りたい場合は概要欄からチェックしてフォローの方お願いします。
最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画で。